それじゃあ取引と行こうか。お前はそのままでいい。何もしなくていい。魂抜かれましたけど。ほら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 、晴れてきた晴れてきた。知恵の泉の、これ知恵の泉って言うん。ごめんね、なんか魚取り尽くしたけど魚取り尽くしちゃったけど私。さあこれで、これで何？自然に火がつくの？そういうことではない？誰かが燃やして初めてつくんかな、火。ついてる感じはしない。あ、あの子やん。てかさっきのさ、まあミニチャレンジ全て順番にこなしていくというのもいいんだけど、さっきのも、さっきの人のさ、ミニチャレンジマークついとった？ついてなかったよね別に。ほらついてないじゃん。話す。我らがれ、よく仕事する女だよ私は。こんないい天気なのにね。服を染めたいなら中にいる私の主人に話しておくれよ。デッシェデッシェ言ってる男だよ。血ついてないぜ。はいお客さんね。はいお客さん。なんかよく仕事するっていうか、ちょっとめんどくさそうやけどね。どうしたのこの子、とぼとぼ歩いてるけど。私本当に見たんだもん。何を？あ、てか男の子じゃなかったんやね。何を見たの？果ての古代研究所に女の子いたの。私あそこから女の子が出てくるとこ見たもん。大人に話しても信じてくれないけど本当に女の子いたもん。なのにあそこには昔からおじいさんとおばあさんしかいないって。シーカーの女の子が村に入った形跡はないんだっていうの。誰も信じてくれないの。なるほどね。まあ、うん、女の子っちゃ女の子だけど、多分中身超おばあさんだよ。うん、中身超おばあさんだから。何やってんのこの人。なんかこの村ミニチャレンジ多くね。あら、おはよう。あ、あなたって旅の人よね。だったらちょっと聞いて。なになに？あの雪山の頂上に3本の杉の木があるの見える？ああ、見えます。家にあった古い本を読んだらね、ページに挟まって小さな手紙が出てきて、3本を1本にし、それを背にして海に進め、言わんとらされし試練が眠る。って書いてあったの。きっとあの3本杉から東のアーモシア海岸の方に進めってことよ。その後の言わんとらされし試練が眠るは、試練を越えた先に財宝があるんじゃない？でも私、子供もいるし、雪山を越えての旅はなかなかね。だからこの権利あなたにあげるわ。旅人なら見つけてみて、財宝。三本杉の秘密。ほこら、あ、なるほどね。ほこらが、隠されたほこらがあるっていうことか。なんかさっきまでその辺、魚泳ぎおらんかった。気のせいね。こういうのってさ、漁のために仕掛けたんかな。えとしたらなんかいっぱいおるかな。あ、染め物屋さんのやつってこともしやすい。あ、全然関係なかったや。全然関係なかったよ。よいしょ。ねえ、これ誰かつけてくれるんじゃないの？つけてくれないの？頑張ったも見つからんし、とりあえずあれかな。あ、あのおじさんや。誰やっけ？小鉄やったっけ？あ、火がついている。誰かつけたら、あ、もしや向こうもついとったりとかする？あ、ついとるし。え、ついとる？ついてないやん。やっぱりしばらくしたらつくのかとか思ったけど、ついてなかった。じゃあちょっとこっちまで火を取りに行って、メインストーリーやれやって感じやけどね。でもほら、料理をしないと。松明。これで、どうやればいいんだ？こうか。ぽっ。イェーイ。
こういう風にしとる時にさ、頑張ったが出てきたらどうすればいいの？これしながら、あ、ソテツさんか。外の世界って、なんだなんだ、なんか変わった吹き出しが。あ、これでこっちにもつけとけばいいんかな。でしでし。どうやればいいんやろ。普通に。お、できたできた。イエーイ。あ、水に入ってっちゃダメや。水に入っちゃダメよ。さあ、これで、つけれる火。あ、ついたついた。これで料理ができるってことかな。うん、きっと。あんな簡単に消えるんやね、火。ほんで、やっと料理が。これで、とりあえずこの辺の魚を料理しておこうかな。ピチピチピチとか跳ねてどっか、あ、料理っていう、あ、ちゃんとあるじゃねえか。なんかすっごい油に入れただけ感があるけど。カチコチ串焼き魚。叩かれても耐えられるカチコチ効果レベル2。取れたての魚を串に刺して焼き上げた。シンプルながら、最も魚の味を楽しめる料理。何あのハートのとこの5っていう数字。なんかよくわからない。とりあえずあれはなんか、叩かれても耐えられるカチコチ効果っていうのが2分30秒続くっていう意味かな、あれは。かなと思うんやけど。んで、あと、調理すると攻撃力が増す。攻撃力が増して、その上あれをね、体力も回復できるってなるんならその方がいいよね。焼きバナナ、焼きバナナ。力煮込み果実？攻撃が強くなる力効果レベル1。そのまま食べても美味しいフルーツを山盛りに入れて煮込んだ甘酸っぱい料理。私バナナしか入れてないつもりやったんやけどな。肉も絶対焼いた方が、いろいろと、あ、全部持とうか。はい。こういう時にまとめていっぱい料理しとこ。串焼き肉、大自然の恵み、獣肉を豪快に焼き上げたジューシーな串焼き。ん？獣獣肉、さっき全部使わんかったっけ？気のせいかな。手に持つ。これだけやったらステーキになるとかかな？あ、串焼き肉やった。あ、なるほど。同じものをいっぱい入れたらいっぱい入れた分、なんか、効果が上がるってこと？レベル1とか。じゃ、この獣肉も。はい。とりあえず、焼いただけでも効果が上がるっていうことが分かったけんね。ほら、回復力が全然違うやん。攻撃力。防御力。そういえば薬がどうちゃらこうちゃらって言ったのは、薬の材料としては重宝されている。ふんふん。この辺のは、あ、食材としては使えない。ってことはなんか、防具とか武器とかの強化か、強化用ってことかな？虫と一緒に煮込むことで薬を。ってことやけん、この静かホタルでも、料理、ホタルあれ絶対飛び降りよね。忍び薬。近づいても気づかれない忍び効果レベル2。気持ちを落ち着かせる静けさ成分を含んだ薬。飲むと動物や魔物に気づかれにくくなる。ほうほう。なんかいろいろ良くない？超料理してる私。超料理してる私。あとは、攻撃力。静かさ。頑張りゲージ回復。あ、頑張り鉢の蜂蜜って普通にしとっても結構な体力回復するんよね。キースの羽。頑張りバッタはちゃんとね。うん。あ、魔物の素材と煮込むと移動速度を上げる。こういうのちょっと試したくなるよね。キースの羽。魔物素材券この辺の適当に使ったんでいいんかな。おこぶりの肝。魔物素材よね、これも。はい。
カエルと肝とかなんか気持ち悪い料理にしかならん気がするけど。ゴーゴー薬。早く動けるゴーゴー効果レベル1。運動神経がすごく良くなる薬。走って登って泳いで全ての動きが速くなる。へえ。なるほど。なんかいろいろ料理した。めっちゃ壺転がりゆるけどなんか。ちょっと待って。は。あ、ごめんね。ごめんね。うま、こゆる。濃い人やな。なんかいろいろ旅人が通るんかな、ここは。ここというか、この村。さあ、私頑張って全然探してないけど。あれかな、もう。ちょっとメインの方ちょっとやってみようか。あのなんか古代炉かなんかの。ミニチャレンジは暇ができた時に、別に暇やけどね。そのうち、ちょっとずつこなしていくということに、したいと。何やってんの？ねえねえねえ。おお、なんか勉強できそうな子だね。ねえねえ、何？僕すっごいもの見つけたんだよ。見たい？見たい見たい。うん、じゃあついてきて。なんだなんだ、タッチボーくん。なんかこういうさ、子供が一生懸命走って案内してくれるのかわいいよね。今バタ飛ばんかった。今バタ飛ばんかったね。あれ？気のせい？ちょ、待って待って待って。至るところに焚き火あるね。どこへ行くんだ？危なくないかい？まあ、でもこういうとこ通り寄ってもバッタ、え、なに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 ？え、なにこれ？え、怖っ。じゃじゃーん、すごいでしょ。これ、村長さん家にある像、ん？像とよく似てるけど、なんなんだろうね。え、あの、これ女神像？なんかさっきさ、吹き出し出てなかったこいつ。なんか悪い。ほう、この俺まだ捨てたもんじゃないな。まさか俺の声が聞こえるのか？聞こえるよ。これは驚いたな。お前は何を祈っていた？命か？それとも金か？どちらにしてもお前にとってこの俺はおあつらえ向きだろう。命と力をつかすとる神。それがかつての俺だ。その俺が、金と命を取引したのが女神ハイリアのお気に召さなかったらしい。こんな石像に姿を変えられて、春から時が過ぎ去った。村人はこの俺を悪魔の像と呼び、鳥の糞を拭いてくれようともしない。あ、それはちょっとかわいそうかな。心を入れ替えたのかと言われればとんでもない。俺は待っていたのだ。お前のような話の分かるやつが現れる時を。ああ、俺としたことが久しぶりなので喋りすぎたよ。それじゃあ取引と行こうか。お前はそのままでいい。何もしなくていい。ええー、魂抜かれましたけど。減ったじゃねえか、おい。ふふ。どうやら腕は鈍っていなかったようだ。無事にお前の器を預かることができた。は？預かんなし、何？ミニチャレンジ始まったよ。お兄ちゃん、さっきこの像とおしゃべりしてた？うん、危ない人じゃないよ、私。ええー、象と喋れるなんてすごいや。じゃあ僕は戻るね。返して。騙されたと思ったか？俺はお前と長い付き合いをしたい。騙すなんてとんでもない。さあ、どっちにする？俺はもともと命と力で溶かしとる神だ。預かった器はハートでも頑張りでも、お前のお望みの方で返してやれるのだ。あ、じゃあ、ハート返してよ。よし、ではじっとしてろ。返してくれた？ああ、よかったよかった。怪訝そうな顔をしているが安心しろ。次からは金の力でお前の器を操作してやろう。いいか？まずは俺にどちらかの器を100ルピーで売ってくれ。預けた器を買い戻すので120ルピーだ。返すときにハートの器か、頑張りの器。好きな方をお前に選ばせてやろう。器を操作して欲しくなったら、いつでもここに祈りに来い。あ、なんかコンプリートした。え、何？何だったのこれ。悪魔像に器を返してもらい、器を売買できるようになった。ハートの器や頑張りの器を悪魔像に売るなら100ルピー、買うなら120ルピーとのことだ。あ、なんか依頼よくわからんかったけど。まあなんかありがとね。そんなに悪いやつではないんかな？
ちょっと一瞬死んだと思ったけど。あ、あれ何？あ、絶対あれや。コログの妖精や。へいへい。ほら、こんなところにポツンと。待てよ。武器ポーチ。じゃあちょっと一旦松明。一旦松明ちょっと待ってね。はい、松明を。あ、ごめん、何跳ねたね。びっくりさせた？ちょっと一旦、何どうすればいい？地面に。ただの錆びた剣。まさかの？まさかの？ちょい。絶対コログの妖精やろ、その下り。いや、別に下りとかなかったけど。はぁ、あ。いや、はぁ、あ。何さっきからバシャ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 とうるさいよ。コログの妖精やと思ったんやけどな。何その普通な感じ。そんな逃げんなって。そんな逃げんでもね、食べるけどさ、捕まえたら。よいしょ。あ、違う違う、そんなに登らなくていいんだ。とりあえず私あいつを仕留めようと思ってさ。あ、でも私今持ってるの松明やんね。首狩り刀で。怖っ。首狩り刀とか怖っ。あ、よし、仕留めたぜ、獣肉。イエーイ。なんかこの辺とかさ、いっぱい虫おりそうでおらんよね。なんかこんな日陰でさ、かわいそうやね。頑張って。そんなに会いに来ることもないかもしれんけど。まあでも存在は覚えておこう。この辺で一旦コログの妖精出てきてもいいと思うんやけどな。錆びた槍、錆びたやつはちゃんと捨てないよね、みんな。特になんもおらんね。あ、さっきの子やね。またなんかやりよん。ねえねえ、すっごいものってさっきのやろ。もう見たよ。もうさっき見せてくれたじゃない。めっちゃなんか一生懸命しよるけんさ、話しかけたら虫がもらえるんじゃないかなと思ったけど違ったんやね。まあでも面白いものは見つけれたけんいいけどさ。バッタあれ以来全く見かけんな。ね。100匹なんか、夢のまた夢なんじゃない？この子やたら外の世界のこと気にしよるけど。ちょっと一旦話してみようかな。ねえねえねえ、君。ウィース。兄ちゃん、外の世界から来た人？そうよ。なんか弓矢とか剣とか上手っぽいし、兄ちゃん強いんだろ。まあね。自分で言う。きっといろんな武器使ってんだろうな。だったらさ、兄ちゃん、俺の夢叶えてくんない？亡くなったじいちゃんが武器好きだったんだけど、どうしても見れなかった武器があったんだよ。だから今から言う武器持ってきて俺に見せて。俺が見た武器を天国のじいちゃんに報告するんだ。うんうん、なになに？よーし、そうこなくっちゃ。じゃあ何がいいかな？何がいいかな？だったら旅人の剣って知ってるか？それ、本なら見たことあったけど、実物はないんだよな。じいちゃんが見れなかった武器じゃないの？もし手に入れたら俺に見せてくれよな。幼き武器マニア。旅人の剣やっけ？持ってねえや、今。残念ながら。とりあえず自分が武器好きっていうことかな。ふふ。トカゲとかもおるかと思ったけど、おらんな。んで、何やったっけ？あれ、どこやった？青い炎があるとこ。ちょっといろいろミニチャレンジも聞いたけど。
高いところから見たらわかるかな。青い炎、青い炎。ない。なんてことはないか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。